はい、こんにちは。2023年10月14日、今週はですね、日本的には1日休日があったりして、特にあまし、大きな内容はなかったですが、一応やっときましょう。はい、今週はその4日しかなくてとかいろいろあって、ま、最終日の分は、最終日、13日ですね。13日の分は何もやってないから、今回のビデオは3日分の内容でやるんですけど、事情があって。で、Adobe Max がアメリカのロサンゼルスだったかな。で、やってますと。で、Adobe の AI 関連の新機能、これはすごいですね。動画で丸ごとジェネレーティブフィルしたり、なんちゃらかんちゃら、音声をどうのこうのしたりとか、あの辺のデモした機能が本当に使えるようになるとすごいですけど、もうすでに Adobe の Photoshop、Illustrator、プレミアプロ、アフターエフェクツあたりの新機能、ここ1、2年で導入された新機能ですら、どうやって使うのかよくわかんないくなっちゃった人もいっぱいいるかもしれませんね。で、AI 関連機能でサクッと使えるのに、手でガシガシ やり続ける人とかもこれから出てくるでしょうね。昔、こんなの表計算ソフトでやればいいのにっていうのを手計算してた人がいたみたいな感じになるかもしれません。だから AI 関連の新機能はついていくのが大変だということですね。新型 PS5 が発表されましたね。コンパクトになって値段はなんだかよくわかんないですけど、個人的にはあんまし買う気がしないですね。今だったらもう皆さんゲーミング PC まあまあの値段出すならでいいやんってなっちゃってんじゃないでしょうか。そんなことはないのか。富士通が法人向けライフブックシリーズを一通り発表しております。で、個人的に今週一番大きめのニュースだと思ったのがダイナブック GA83 っていうのをね、 AMD のRyzen搭載のダイナブックが発表されて、法人向けなんですけどね。で G シリーズっていうのが、ダイナブックの G シリーズっていうのがあるのの AMD 版的な位置づけらしいですけどね。パフォーマンスはそれに比べ、インテル版に比べるとちょっと落ちるのかな。なんだけど値段がだいぶ安くて、安い設定ができる製品になったと。ダイナブックもこういうのを出していきますよっていうやつになるのかな。そんな気がしていますと。というわけで今週は終わりたいと思います。来週は CTEC がありますね。日本では。CTEC 関連で、なんか新情報っていうのは多分あんましないんですけど、CTEC の内容で何か面白いことがあれば紹介できてればいいけど、多分できないでしょうね。というわけで今週はこの辺で終わりたいと思います。それではさようなら。